釣りに行こうと思ったんですが、見てください。雨なんです。おかしな天気なんで、ちょっとね、その間にちょっと撮ってみようかなということで今回しています。で、今回何をするかってことなんですけど、これ、ダイソーミノ。これが、発売されてもう約ほぼ1年ぐらいになるのかな。しっかり使ってみた結果はどうやったかを、話していきたいと思います。まあ、これからね、釣り始めてまだ買ってみようかなと思われる方もいると思うんでね、もうすでに買われている方は分かっていると思うんですけど、買われていない方にちょっとお話できたらなと思います。しっかり使ってみましたからね、はい、どうなったかを。で、この後に、過去動画なんですけど、これを使った釣りっていうのをまだご覧になられてない方はご覧ください。そちらの方も使ってみてどうやったかってことなんですけど、ミノ、まあ普通にいいかなといった感じです。ちょっと遊ぶにはいい、ただ、ずっと遊べるものではないかなというのは感じました。で、これの注意点なんですけど、まずちょっと見せた方が早いね。まず買ったら必ずチェックしてください。何をチェックするかって言ったら、この愛の部分、こういった愛の部分を必ずチェックしてください。じゃないと不良品が多いというのはどういうことかといえば、買ってそのまま開けて使うと、これがねシンキングになる時があるんです。こうやって、でそれはなぜかといえば、ここのね愛の部分がこれ弱点なんですよ。ダイソーミノの、これはもう1年使ってて結構多い、こういうトラブルっていうかエラー品なのかな、わからないけど、はい、こういうことが多いので、必ずこの愛の部分、買ったら開けて愛の部分をこういう風にチェックしてみてください。そうすると、グラ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 するものとかあると思います。これなんて、これ買って開けたら、ほらここわかるかな、ちょっとわからないかな、愛の部分揺れるでしょ、これグラグラグラ、これもここ水入るんですよ。一応ね、剥いだやつを見るとまあこんな感じなんですよね。なのでやっぱ脆いのかなと。あとこうやって見てみると、愛がこうなんというかな、均一じゃないというかまっすぐじゃないんですよね。刺さっているのが斜め向いたりとか、なのでこれが多少に泳ぎに影響が出るのかなといったところもあります。なので、買って使う場合は必ず開けた場合愛を確認してください。うわ雨降ってきたな、ちょっと影に入るね。はい、買ってて使った場合は必ずやってください。メリットは何やってことなんですけど、これのメリットっていうのはやっぱりこういった感じで塗装を剥いで自分で遊べる。この塗装剥ぐっていうのも、どうだろう、僕 2,3 年ぐらい前に動画出してるかな、もうでちょいちょい動画で出してるんですけど、その時ってまだ当時誰もやってなかったんですよ、この100均の塗装剥ぐっていうのをね。でまあ僕ちょっとやってみたんですけど、で遊んでたんですけど、まあそういったことができる、うん、っていうのがメリットかなと。だから自分の好きな色を作れるっていうのがこのダイソーミノのいいところかなと。でもし仮に買ってちょっと不安だなと思うのであれば、コーティングしてやればいいですよね。でも100円のものにコーティングするっていうのはどうかなと。でそこまでするんならね、もうそのまま使ってしまうっていう方が多いと思うんで、うん、まああれなんですけど、とりあえず、このミノを、ね、買われた方っていうのは必ずチェックはしておいてください。浅いレンジを遊ぶっていう面にはおすすめかなと。でこれをそのシンキングタイプとかに変えたいのであれば、例えば、ここにピンバイスで穴開けて、水かなんかを入れてやって、エポキシかなんかで塞いでやれば、でコーティングしてやればシンキングミノにもなるので、自分でこうね好きなレンジに落とせるようにとかいろいろできるので、こういうのピンバイスで開けてね水入れてやれば、はい、まあ、そういったカスタムもできるので、カスタムできるっていうのがいいところかなと思います。今回ねこれ結構その一年しっかり使ってみたんですけど、結構遊ばせてもらったんで、今後もまた使っていくと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この後は、これで釣ったね過去動画、ご覧ください。まだ見てない方もいると思うので、ね、見てない方はご覧ください。引き続きどうぞ。全然海つかへんやな、もうそこ海やのに。
でっか、ベッキー、この群れと一緒におるわ、ベッキー。あ、なるほど、この誘い方や、わかった、皆さんこれね、トゥイッチですよ、これ。あ、なるほど、ようやくわかった。ここに魚いるでしょ、これ。これね、こういう風に、こう回すと、うわ、めっちゃでかいメッキもおるやん。あれ、わかったわかった、おそらくこの魚があれ、あっち移動するでしょ、時にこう、トゥイッチでこう、外れた。なるほどね、ああいう感じか。こういう風に使っていけば釣れるんやな。なるほどな。でもフックがやっぱりちっこいからシーバスには厳しいね。効くんやな。だからこういう風にポンと打って、ちょん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 、ああいう感じで追いかけてくるんや。軽いちょん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 。送った、よっしゃー、よー、おい、メッキー、なんか効く、あの擦れているやつ、魚には。ポン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 、ほら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 、出た、ほらほら、あー、これ食うな、また食うで、これ。いくで、もう一回いくで。あれ、無理無理無理、あれにめがけて変速でやる。トン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 、ほら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 、変速トゥイッチ、これですよ、これね。コツがわかったで、ありがとう。はいはいはい、釣れるね、やっぱり。まだこう投げるや、投げて、トン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 、あー、ちょっと水深足らんか、もうちょい向こうにキュッと投げて、投げます。で、このティップを使いつつこう引いてくる。
で、反応 してくると思います。でこれでも反応しなければ、もう次々どんどん移動していったらいいと思います。これで反応しなかったらもう反応しないほとんど、ほらほら、ね、こんな感じで C バスだからね、ちょっとバレちゃうけど、反応させていくと面白いと思います。何回も反応するでしょこれ。この釣り方は最強、あんま教えてないんですよこれ人に。実はこれ何でも聞きますからね、メッキでも聞くし、当然シーバスでも聞くし、メッキでも聞くし、これで仮にねシーバスを釣りたいのであればフックをでかくしたらいいし、こんな感じでシーバスは食ってきます。おう、外れた。